そんなわけで仮のシンデレラエリザベートよーラララー。カゲロウのように儚い体だからどうかちゃんと所属させてね。レベルもちゃんと上げてね。素材もたくさん注ぎ込んでね。さあ伝説の始まりよ。エリザベートシンデレラの誕生よ。祝いなさい、笑いなさい。さあマスター、その手を取って。ん？いつまでこれ続けるのかって？それはもちろんエターナル。あ、ちょっと帰るな、まだ続きがあるの。さあ飛び出そう、剣を携えて。ガラスの靴を持ったあなたが王子様、そして私がシンデレラ、つまり主役ね。つまりこれは主従というよりカップルというものなのかしら。うらら。そう、私とマスターは契約ではなくハロウィンでつながった仲よ。あら、向こうから通りかかるのは別のエリザベートね。ふん、私の勝ちというところかしら。ふん、他のどのエリザベートよりも美しいのは私ね。え？他のエリザもそう言っていた？エリザ大戦が始まるってことかしら。あら、そこにいるのは森のグリーンレンジャーじゃない。ちょうどよかった。あなた、御者にならない？ネズミに御者を任せるのは、エリザ的にちょっと不安があったのよ。私のライバルがいるわね。でも、おあいにくさま。あたしが倒すべきは、あたしの美貌を妬む予定の義母。ライバルで母親は、さすがに盗作的でしょ？円卓の騎士。あたしの王子様としては、なかなかのものじゃない？もちろん、食べ物がクラッシュだったり、凶暴だったり、いつも寝てたり、いろいろと欠点はあるかもだけど。いいわ、王子として私にガラスの靴を履かせることを許してあげ。いなくなったわね。追うわよ。メルヘン仲間、つまりメルトモってところかしら。シンデレラエリザは仲間がメルヘンに関係あればあるほど強くなるの。そこのところ覚えておいて損はないわよ。本物の竜の娘がいる。いえ、負けてない。負けてないわ、エリザ。私の角、かっこいいもの。ああ、翼とか広げてる。ドラゴニュートじゃない、あれ。ハベニャン、こっちおいで。怖くない、怖くないわよ。ち、また逃げられたわ。捕まえたら鳥かごに閉じ込めて、あたし専属の仕立て屋にしてやるんだから。やだやだ、めっちゃ素敵な王子様がいるじゃなーい。美男美女のスペシャルワルツ、待ったなし、ね。なぜか鳥肌、いえ、流輪が立っているけど、気にしナッシング。え、虫？昆虫？ダメ。昔から竜は虫に弱いの。あたしも弱いの。触っただけでマインドがバニッシュするわ、きっと。ふーん。アイドルで専用曲があって豪華レイもついてきた謎のアイドルエッちゃん。そしてユニット名はアクシズ。ヘビーな強敵ね。
でも、私たちにもチームワークはあるわ。スタンダードエリザ、キャスターエリザ、ブレイブエリザ、メカエリちゃん1号と2号、そして、シンデレラエリザ、その名も、エリザイル。さあ、グレイルライブを始めるわよ。メインボーカルはもちろん私です。もちろん、童話は好きよ。綺麗で残酷で美しいって、まるで私のためにあるようなものじゃないかしら。ただまあ、童話作家とかは、興味ないわね。だから、モチーフも避けてるのよね。現実という名の、大いなる壁ね。ガラスの靴は履けないし、王子様は存在しないとか、そういうのはダメよ。ダメね。存在しないなら、作ればいいの。聖杯。そうね。じゃあ、世界中にチェイテシンデレラ城を作るのはどうかしら。もちろん、看板ミュージカルアイドルとして、私が全世界ツアーで歌いまくるわ。どうかしら。お祭り騒ぎの時間よ。一緒になって騒ぎましょう。もちろん私がヒロインよ。さて、シンデレラよ。講義は受け付けないから、そのつもりでね。母親と姉？いるのかしら、いないのかしら。ま、どうでもいいわね。重要なのは、私がシンデレラということ。ただ一点なんだから。こうしていると、ハロウィンにまた帰ってきた、という気分になるわ。カボチャの馬車は、やっぱり最後に中身を食べちゃったのかしら。深まる謎ね。ラ、ラ、ラー。あら？マスター、どうしたの？今の？もちろん歌の練習よ。一日だって欠かさないわ。だから、ちょっと悪いのだけど、喉にいいものを持ってきてくれない？蜂蜜とか。そして、ガラスの靴を持ってきた王子様を、縛り付けて、結婚式に直行よ！どう？これくらい積極性があった方がいいと思わないかしら。え？普通に誘拐？そうね、盲点だったわ。なんだかんだで、あなたとも長いわね。いや、待ちなさい。こういう場合、長いのかしら、短いのかしら。なんでもいいわ。ともかく、今日も私は美しく、そして楽しい。マスターもそうでしょ？それがお互いにとって、一番大事なことだと思うのよ。私。は永遠に変わらないわ。いえ、すでに変わっているのだけど。永遠をとはと読むか、エターナルと読むかは、想像にお任せするわ。いよいよ次よ。待ちかねたかしら、マスター。私の晴れやかな姿に、こうご期待ね。どうかしら、マスター。美しさと可憐さのあまり、言葉もないってとこかしらね。そう。世界で一番美しく、可憐な、シンデレラ・エリザベート。よければあなたにも、カボチャの馬車に同乗する権利をあげてよ。さあ、チェイテ城で観客のみんなが待っているわ。今夜はオールナイトの
スーパーオペラよ。マイクはいらないわ。そんなことより、次も声援よろしくね。お姫様ドレス似合うでしょ。たまには純白もんね。レベルアップしたわ。悪魔でキュートに。ただいまマイクのテスト中。ついでにストレッチも兼ねて戦うわね。今の私はミュージカルなエリザ。歌い、戦い、歌い、歌うわ。頑張るのよ。使うわ。メルヘンだものね。アドリブ全開よー。オッケー。ラジャあ、あ、あー。気合い入れるわ。とっておき使うのね。さあ、ハッピーエンドのドアを叩くわ。ノッキンオンメルヘン。ガラスの靴よ。歌ってあげる。ララー。お一つどう？残酷でしょ？うん。かぼちゃの馬車よ。引き殺すわ。かぼちゃの馬車よ。くらって。ハイかぶりのお通りよ。鏡よ鏡。世界で一番可愛い竜の子は？その通りよ、鏡！
私こそが世界で一番高貴で可愛いスペシャルなエリザベート、フェアリーテイルエルジェーベト。世界で一番可愛いのは私よね。え、違う？ふざけんな！食らいなさい、スーパーエリちゃんドラゴンケーク。またの名をフェアリーテイルドラゴンメドレー。頭に来たから鏡を蹴り飛ばすわ。フェアリーテイルエルジェーベト、終わりよ。あいたたた、ちょ、やめなさいよ。あいた、とても痛いわ、痛いわ。残念だけど、私はちょっと撤退ね。負けたわ、残念だわ。ちょっと下級の用事ができたわ。悪いけど撤退するわね。ギャニャー、エリザ・デレラも。ここまでね、隔離。勝利こそ私にふさわしい愛の勝利よ、シンデレラエリちゃんよ。これが愛と友情の勝利ってやつ。世界はキュートを求めているの。私の時代来た。メルヘンでメモリアルなハロウィンへようこそ。さあ、何がお望みなのかしら。あら、いらっしゃい、小鹿。欲しいものがあるのね。だったら、店番代わって、あたし、お姫様なのよ。あら、いらっしゃい、子犬。欲しいものがあるのね。だったら、店番代わって、あたし、お姫様なのよ。そういえば、スパルタクスに、ハロウィンは圧政かって聞かれたんだけど、もし圧政だったら、反逆されるのかしら。怖いわ。声をいただく、とか、ナンセンス。ナイトであってダスクでなし、カーニバルなんだもの。キラキラした星と引き換えましょう。はい、どうぞ。ありがとうって、ヘドバしてくれるのは嬉しいけど、あんまり張り切らないでね。今回は、ミュージカルなんだから、もう。補給は終わった？気持ちはいっぱいになった？じゃあ、私たちの旅を続けましょう。不思議なこと、大好きでしょ？おしまいね。ねえ、どうだったかしら。ハロウィン、楽しんでくれた？小鹿が楽しければ、万事オッケーよ。おしまいね。ねえ、どうだったかしら。ハロウィン、楽しんでくれた？子犬が楽しければ、万事オッケーよ。そろそろチェイテ城も店じまいね。いえ、城じまいかしら。今年もとても刺激的で楽しいハロウィンだったわ。でも、シンデレラは魔法が切れてもシンデレラ。まだまだついていくからね。アドリブ全開よー。頑張るのよー。メルヘンだものね。オ
引き殺すわ。ラジャあ、あ、あーラジャ残酷でしょ。のお通りよ。ラジャ。あ、あ、あー。オッケー。歌ってあげる。もう一つどう？歌ってあげる。のお通りよ。さあ、ハッピーエンドのドアを叩くわ。オッケー。ラジャ。頭に来たから鏡を蹴り飛ばすわ。フェアリーテイル LJ ベト終わりよ。鏡よ鏡、世界で一番可愛い竜の子は？その通りよ鏡。あたしこそが世界で一番高貴で可愛いスペシャルなエリザベート、フェアリーテイル LJ ベト。世界で一番可愛いのは私よね。え、違う？ふざけんな！食らいなさい、スーパーエリちゃんドラゴンキック。またの名をフェアリーテイルドラゴン。引き殺すわ。